騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあんたにこれの良さを体験してもらいたかったから。随分と熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ早速風の翼の性能を試しましょう。操作は簡単だけど指示はちゃんと聞いてね。あれ？風の翼ってこんなに長時間対空できるのか？落ちないように僕が千年の竜風に助けてもらったんだ。想像してみて、この風を集中させるんだ。雲を突き破るようにね。巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった。一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。ああ、そうだった。こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯はこう。なるほど、モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それからなんで風神を探してるかは知らないが、誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろう。だから聞かないでおいてやるぜ。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。モンド名物の人参とお肉のハニーソテーでもどうだ。
さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。と、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ。騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来たよい子ちゃんかしら。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。おい、サボるなよ。オイラたちも手を貸すべきだぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ？放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された四つの神殿のうち、この三つだ。三つだけの理由については、みんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に、神殿の遺跡へと向かおう。you
これからの冒険はますます危ないかもしれないから、ちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの鍛冶屋に行ってみようか。地風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね、モンドの人でもめったにここには来ないの。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はぁ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて四風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて、どう？何か感じた？ここの風、少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて、竜の力が影響を及ぼしているから。モンドの人々はまだ封鎖で困っている。一秒たりとも待たせたくない。早く神殿に行こう。
気比？強い炎元素で攻撃したら起動させられるかもな。安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど。でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったら、リサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とか、そういうんじゃないからね。図書館司書の知識が、偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ？